カツ野は、大日本帝国海軍の航空母艦。運流型航空母艦の3番艦。艦名は、奈良県にある、カツラ山にちなんで命名された。艦名は、明治時代のカツ野に続いて2番目となる。太平洋戦争は出撃の機会がなく、終結後の福に輸送で活躍した。運流型ネームシップの運流とは、以下のような差異がある。 カツラギノの模型1942年12月8日、カツラギノは、歌唱第5 0 3号艦として、呉海軍交渉で寄港した。1943年12月20日、歌唱第5 0 3号艦に、正式に、カツラギノの艦名が与えられる。同じ日に、松型駆逐艦一番艦松島も命名されている。同日筆二隻は、 官邸類別等級表に登録された。1944年1月19日、昭和天皇の名代として、高松の宮信人新能林席の下桂木野は浸水した。同日府で佐世保鎮守布石。8月15日、軍令部課長、川畑政治大佐は、桂木野ギ総偽装委員長に任命される。8月27日、 呉海軍交渉の浮き桟橋に偽装院事務所を設置。同年10月15日に春行。偽装院事務所は撤去され、川畑も正式に、カツの艦長となる。運流型2番艦、天城より、約2ヶ月遅い春行となった。鹿児島沖などで大焼け身を行ってはいるものの、搭載する、航空機と搭乗員、さらに燃料の不足により作戦活動には従事せず、 結合作戦に向けて温存されていた。また、第一機動艦隊の空母軍は、葛城の竣工から5日後の10月20日に内地を出撃。10月25日、レーテ沖海戦沿岸の三崎沖海戦で空母4隻を失った。本艦は竣工とともに、10月1日府で再編された第一航空戦隊に編入されていたが、 搭載航空隊のない空母軍と同じく出撃の機会はなかった。11月15日府で第1機動艦隊を呼び、第3艦隊は解体。それと共に残存空母も第1航空船隊に編入され、同隊は空母5隻となった。同時期には、ヤマト型戦艦改造空母、シナノも1航船に編入されるが、同艦は11月29日に、 米潜水艦の雷撃を受け沈没した。12月10日、第一航空戦隊司令官は、小村慶三少将から大林松尾少将に交代する。12月19日には、姉妹艦、雲竜が、米潜水艦に撃沈された。1945年3月19日、クレ軍港でアメリカ海軍機の攻撃を受けるカツラギの、 1945年2月10日、大林は、軍令部出資となった。3月19日の呉軍港空襲で、桂木のは、空母バンカーヒルの攻撃隊10機の反調爆撃を、受け爆弾一発が、右限監修へ命中、破片で、戦死1名、負傷者3名を出した。若干の被害を受けて三都後島へ疎開。姉妹艦天木と共に係留されることになった。 当初は、艦船の名彩が施されていた。すなわち、飛行甲板には、緑黒系の島状名彩、側面には、商船五人を期待する、青系のシルエットの名彩である。しかし、三都島に係留された二隻の場合、そのような名彩は役に立たず、特別な対空偽装を行っていた。島との間に偽装能をかけ、飛行甲板には、 家屋や道路を設けるなど島の一部に見せかける方法である。4月1日、川畑は横須賀鎮守不参謀副長へ転任、公認の桂木の艦長は伊勢防備隊司令、平塚四郎大佐となる。第二艦隊による戦艦ヤマトの沖縄突入作戦では、桂木ラがおとり艦として随伴することも検討されていたが、実施されなかった。 4月7日、棒の岬沖海戦で、大和と第二水雷戦隊の5隻が沈没、駆逐艦、両月も大破、帝国海軍が決行した最後の大型水上艦による攻撃となった。もはや大型艦による作戦は燃料不足で実行不可能となり、沈没した2隻と健在のカツラは第1航空戦隊から除かれることになった。この飛弾によって、 飛行艦板の一部が吹き飛んだ。日本海軍は4月20日府で残存した大型艦の予備艦指定を発令、空母4隻も第4予備艦となった。同日府で平塚は天城艦長へ転任、交代で天城艦長の宮崎敏夫大佐が桂木の艦長に任命される。6月1日府で各艦は特殊警備艦に指定された。7月10日、 カツラギノも軽巡洋艦応用度、従巡洋艦トネと共に特殊警備艦となった。7月24日の空襲では、カツラギノの左舷全部に爆弾一発が命中、広角法員を中心に戦死13名、負傷5名を出したが被害は限定的だった。7月28日の空襲では、飛行甲板全部エレベーター後方に爆弾2発が、 命中、一発が試金弾となった。戦士13、負傷12名を出した。この飛弾によって、飛行艦板の一部が吹き飛び、また吹き飛ばなかった部分についても球場に盛り上がった状態となった。飛弾した者の,の致命傷にならなかった本館に対し、アメリカ軍機の攻撃が集中した、甘際、は、乗組員の応急措置のまずさも加わって、横転沈没した。 本艦は、機関部などの船体下部や環境などには、大きな損傷はなく、航行可能な状態で8月15日の終戦を迎える。三都島の周囲では、天城以外にも、航空戦艦、伊勢、従順洋艦、青葉が沈没し、対岸のノミ島には、空母2隻が係留されていた。両方は、航行可能だったが、飛行艦板と格納庫の損傷を激しく、 福音船として用いられることなく解体された。カツラギノは終戦後の10月20日に除籍され、連合国軍による調査と武装解除の後、特別輸送艦として使用された。盛り上がった飛行甲板が崩壊しないように格納庫には、突っかえ棒が設置された。広大な格納庫が乗船スペースに当てられたが環境は設裂であり、格納庫への仕切りなどの設置による。 居住区への改装、それに伴う飛行甲板への通風口の設置等の改装が行われた。輸送家のお辞任は約3000名から5000名余り。被弾のために膨れ上がった飛行甲板はそのままの状態であった。塗装も変更され、側面に日の丸とカツラギの文字が入れられている。カツラギのは特別輸送艦として最大の大きさを持っていた。 特別輸送管理、新ソ村港でのカツラギの本館による福音輸送は第二福音省が担当し、1945年12月から開始された。大型高速の艦であったために遠方の南方方面を担当し、南大東島やラバウル、オーストラリア、ツイ院などを公開した。港湾施設が貧弱な地区においては縄橋号を利用し、 福音兵の乗り組を行った。ボイラーの予備水の不足から外洋で立ち往生したこともあるという。桂木野ノは、約1年の間に8航海計49,390名の福音車を輸送し、その中には、南方移民中に敗戦となり抑留されていた歌手の藤山一郎もいた。軍艦、桂木野ノは戦争中ほとんど外洋へ出ることもなく、 瀬戸内海で待機し、戦争終了後の後半一年は、福音輸送艦として、ラバウルや南洋諸島まで、たびたび航海するという、皮肉な艦歴を持つことになった。1946年2月11日、桂木の艦長は、阿賀野型系重二王艦四番艦、佐古艦長、大原敏道第二福音艦に交代。 7月25日から8月19日まで、戸村清大佐が臨時に、カツラギの艦長を務めた後、カツラギの艦長は再び、大原大佐に戻った。11月20日、特別輸送艦の指定を解かれ、12月22日から、日立造船桜島工場で解体開始翌年11月30日に解体完了した。川畑正春大佐。 1944年8月15日から10月15日、川畑正春大佐。1944年10月15日から1945年4月1日、平塚史郎大佐。1945年4月1日から4月20日、宮崎敏夫大佐。1945年4月20日から1945年9月15日、以後10月3日まで艦長を置かず。 宮崎敏夫大佐、第二福音館、1945年10月3日から1946年2月11日、大原敏道第二福音館、第二福音事務館、福音事務館、1946年2月11日から1946年7月25日、戸村清福音事務館、 1946年7月25日から1946年8月19日、大原利道福音事務官。1946年8月19日から1946年11月20日、以後艦長を置かず。日本海軍の航空母艦 P54 では、三菱長崎としている。カツ引き渡し目録画像にによると、 基準排水量が2200トンとされている。以下の内例、内例員を勘案すると、警視官61人、特務士官37人、巡視官56人、下士官375人、兵1042人。昭和18年9月25日内例、第1994号画像33から35、航空母艦定員票そのの10を、別表の塾テーム。 別表は、運流の定員表。士官61人、特務士官37人、巡視官56人、下士官372人、平三35人。昭和18年11月25日内例、第2492号画像32から41、運用庁見聞隊長を、内務庁見聞隊長2回目の副長の次都市、整備長及び、 工作長兼分隊長を分隊長に、運用長を内務長とする名称変更と席次変更が主。昭和19年1月19日内令第155画像11、航空母艦艇員表そのの重中、運流の下に、カツラぎの、を、下フ。昭和19年8月10日内令員第1472号画像20、 航空母艦艇員表そのの住中、カツラギの下に、天木を、替え、機関兵閉五59を、62に、機関兵20、202を、209に、歌三百372人を、375人に、兵、1035人を、1042人に、皆無。ただし、昭和19年10月31日付のうち例、定王画像39では、 士官61人、特務士官37人、巡視官56人、下士官372人、兵千三3 5人と、運流定員制定時と同じのままになっている。写真日本の軍艦第3艦、P232 では、暮れにおける、空襲下の官営及び戦後の官営を見ても、少なくても、連装機銃については21機以上に増備した、形跡は見られないとしている。 AB カツラ引き渡し目録画像4によると28連装分身砲を搭載としている一方、日本空母物語 P419 によると30連装を装備としている。海軍造船技術概要 P267 写真日本の軍艦第3艦、P232 では、影楼型駆逐艦と書かれているが、主要目及び特徴一覧表の備考欄には、 ただし、カツラギのアソは、かけるオツ用、機関4機の記載がある。かけるオツは、秋月型駆逐艦の意味と思われる。日本の航空母艦パーフェクトガイド P62、3月19日日、空襲時の写真で、カイタカと並んで爆撃されている、従来、アマギと言われていた空母が、偽装作業途中のカツラギのである。 海軍官邸誌 3P195 左の写真の解説が前ページにあり、下方の空母名は不詳だが、筆者の記憶では、天城である。左髪型は、海だか。とだけあり、天城と断定していない。日本空母戦士877ページでは、放送を第3種予備艦、天城と桂ツの第4種予備艦と記載。ありがとうございます。